皆様、オラーオレンジクレープカラスチャンネルのお時間です。今日はですね、店先で夫婦喧嘩勃発か。まあ本当はね、いつも仲良くご家族で来てくださってるお客さんと楽しいね会話ができたので、その模様をお届けしたいと思いまーす。ママレードはいいよね、ママレード全部いいよ。本当に言ってる？いや、全部全部でいいや、全部全部だったらさ、はい、マーマレードだけやめた方がいいと思う、はい、やっぱりそう思う、うん、なんかね、うん、なんか酸味じゃんね、マーマレードってどっちかっていうと、うん、あとは大体甘、まあお好きにどうぞ、うん、ジャム3種類の生クリーム、うん、いや、ゆっくりでも大丈夫ですよ、まあ、焼くのにちょっと時間かかるんで、あ、まあね、そうね、それでも美味しそうだよね。それにジャムは嫌だよ。それどうしたどうしたどうした、喧嘩始めた、喧嘩大丈夫、これはこれで食べたい、これはこれで食べたい、だってわざわざバターシナモンを焼いてくれてんだよ、バナナ、それにジャム入れてもらったよ。いいや、じゃあもう、ま、任せよ。いいよ、バター、ジャムを3種類とクリームやってもらって、あと合いそうなのをちょっと乗っけてもらって、で、そう、で、うん、わかんないからもう任せんだよ。あれ、ちょっと今逃げました。ます？お任せに逃げました。大丈夫。はい。でもね、一番困るんだよね。そうですよ。そう、本当に一番困るんだよ。ご飯何でもいいと一緒です。あ、そう。あ、そうね。主婦のね、悩み。何食べたい？何でもいい。ふざけんなね。どこが、じゃあ毎日カレーでいいのってなって、納豆でいいのってなっちゃう。あ、そう。それで、じゃあ何でもいいんだねって過去に多分ね、入って出した時に、これって言うんだよね。子供とかもそうだよね。え、これじゃなかったみたいな。いや、なんでもいいって言ったじゃんみたいなね。あるある。あ、まあね。なんでもいいって言うじゃん。だから別に何でもいいからやってもらって、それが合う合わないは別にもう言えないじゃん。任せてるわけだから。そうだね。じゃあ文句言わないで、任せられてたから文句言わないで。毎日カレーでも文句がないです。毎日カレー1、はい、それもそれですごいよね。逆にやってみろって感じですよね。いや、もしあれだったらうちにあるバカでっかいの貸しますよ。うちにあるバカでっかい寸胴貸しますよ。それで全部作ってさ、1週間分ぐらいいっぺんに作ってさ、なくなるまでカレー。でもカレーはな、じゃがいも入ってるからすぐダメになるんですよね。そうですね。じゃがいも入れなきゃ結構持つけど。朝昼晩。カレー？カレー。じゃあ朝は、まあしょうがない。パンにカレーね。朝はね。
で昼はご飯にカレーね。カレーうどん。カレーは使う。多分ね、あれっすよ、うん、今の本当にチャンネルの視聴者さんが 80% 女性なんですよ。そうなんだ。そうそうそう、だからこの主婦的な話を あのみんなあれだよ、うんうんって言いながら見ると思うよ。やばいね。じゃあ 俺みたいな人間が主婦の癖みたいな、みんなにね、誰に言うと、やばいね、コメントやばそうだね。炎上炎上俺のチャンネルじゃないかって。大丈夫、炎上するほどのコメント数はないので。まだまだね。80%。 そうですね。もう炎上するようになったら断面公開しちゃってもいいぐらいあるじゃん。まあそうですね。めちゃめちゃ効きますよね。はい、お待たせしました。どうぞ。最近ドッグにチーズ入れる人増えたな。へー、うん、じゃあ、ま、真面目に3種類のジャムに生クリームとちょっと、ま、まあその辺はちょっと合いそうなやつでちょっと適当にやってもらう。本当に一番困るね。合いそうなやつで適当にやってもらう。はいはいはい、そう、合いそうなやつがいいんだな。まあでも3種類のジャムで合いそうって言ったらこれしかないかな。え、ずるいのなし。ずるい、ずるいのなしね。うん。すごいな、でもジャム3種類入れる人も初めてだぞ、マジで。真面目に真面目に初めてだ。喧嘩しないのかな。そう、そこね、ちょっと喧嘩はしないと思う。喧嘩するするじゃん。嘘、色じゃ、色で考えてもらって。色はいいんだけど色だよ、基本的に。あと取れない、服についたら取れない。見てる、こんなに濃い。そうじゃん。だからこれが見てわかるやつだ、これ。これが一番強い、ブルーベリーが一番強い。見てわかる、うまいやつ。そうか。もう二種類のジャムで頭の中で満足したから。もう一種類やった。もう一種類やったっけ。これ何のために生クリームを先に乗せたか構想通りにやらないと。ジャムうまいじゃん。ジャムは好きだよ。うまいよね。私はブルーベリーとトロベリー。すごいな、これすんごい甘そう。いや最高じゃないですか。最高。最高。よいしょ。はい、できました。あざます。すごいよ。はい、どうぞ。いい感じ。あとバター足がね。はい。あ、それは好みがあるよね。どっかで食べたらいいか分かんないね。いただきます。はい、どうぞ。リンゴが消えちゃうかもね。
ジャム漬けにはたまらん。ただの脂肪の塊。うまい。ねえ、そりゃ食べたら何よ、やっぱり。もうずっとバターシュガーだよね。え、食べてください。娘も食べるって言うかな。ああ、なるほど。あ、優しい母だね。はい、どうぞ。バターシュガーはビニール入れて、あ、そのままで、そのままでいいですか。はい。わからない。わからない。どこがベリー、どっちのベリーみたいな。でも後から意外にあれだね、リンゴの味がほんのりするね。あ、後からリンゴの味する。そう。あとはリンゴが、ね、最後はそ う, いやそう思ってリンゴの量が多分一番多いです。あ、そうなんだ。塗ってあるのが、いや考えてるな。ちょっとね、ちょっと一応考えてね。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで動画を見ていただきありがとうございますね。晩御飯のメニューとかね、いろいろね、主婦の方たちもカルロスも頭を悩ませたり、いろいろあるとは思いますけどね。まあ、皆さん仲良く、ね、美味しく楽しい食卓をね、囲めれば一番いいんじゃないかと思います。それでは皆様、ありがとうございます。